錆びる金属とプラスチック以外は基本的には私も全部素材だと思っています。たくさんの種類というのが作品の色幅であり質の幅であると。面白いね。素材の魅力を最大限に引き出した純大の作品というのを作りたいと思っています。ロマーニアステン、皆様も足を